なんか日頃の行いが悪いのかどうなのかよく分かんないんですけど、まあロケに行く日に限ってあんまり天気は良くないんですよね。でこの日も結構曇ってて、で放射冷却でね、なんか霧ってかガスっちゃってて、なんかね望遠レンズを持ってったんですけど、望遠の分ね余計に白くなっちゃって、なんかねはっきりしない、こんな感じの動画で撮ってもこんな感じになってますね。はい、で今回使ったカメラがオリンパスの EPL6 になります。でこれいいカメラですよね。でレンズが40-150ということで、でねこれレンズフードがね最初ついてないんですけど、別売りのやつ安いやつでいいんで買ってつけた方がいいと思いますね。はい、で今回はチートということで、なんかゲーム用語でなんかインチキって意味らしいんですけどね。はい、でなんかコンディションの悪い写真をロー現像で、まあ、どこまで仕上げられるか、ある意味チートですよね。はい、ですので今回はなんかちょっとしらっちゃけた写真がシルキーピックスでどこまで仕上がるかっていうのを見ていたいと思います。はい、カメラマンの横山です。お疲れ様です。今日はですねチートと呼ばないでということで、まあこの写真がねどれぐらいシルキーピックスで仕上げられるのかっていうのをちょっと実況をねしながらやってみたいかなと思います。なんかねこれ放射冷却の影響かな、多分望遠レンズで遠くの紅葉を撮ったんですけど、かなりしらっちゃけた写真になっちゃって、これもう露出を変えてもダメで、少しねカメラ側でコントラストとかも変えてみたんですけど、まあ、あんまり良くなんないということで、まあ、今回はこんな写真がね一体どんな写真に仕上がっちゃうのかっていうのを実況風にやってみたいかなと思います。それでは行ってみましょう。まず明るさなんですけど、まあ、明るさに関しては、まあ、このままでもいいのかなっていう気はしますよね。はい、なのでとりあえずこのままいきたいと思います。で次にホワイトバランスですね。はい、こちらで今回ねちょっとマニュアルでゴリゴリ調整していきたいと思うんですが、ね少しやっぱもう少しこう赤みをプラスしてあげた方が、まあ、紅葉の雰囲気強く出てくるかなということで、まあ、6000ケルビンまでいっちゃうとちょっとわざとらしいのかな。はい、で下の色偏差ってありますよね。はい、でこちらがちょっと緑の方向へ行っちゃうと、何だろう、紅葉の赤さこれが抜けてきちゃうので、少し色偏差をこんな感じで、はい、5ぐらいかな、はい、こんな感じで、調整してあげると、これでねホワイトバランスで若干紅葉の色味をこんな感じで、まあ、出していけばいいのかなと思います。はい、で次にねやっぱこの全体的な霞んじゃった感じが気になるので、ちょっとねトーンカーブを使って気になるところからやっていきたいかなと思いますね。はい、トーンカーブこちらですね。で暗部を少しやっぱこれ暗くしてあげないとね、これ暗部が浮いちゃった状態だと全体的にしらっちゃけた写真になっちゃってますので、はい、でまずじゃあレベル補正からやっていきますね。はい、少しこのトーンカーブこちら見るとですね、はい、黒が浮いちゃってますよね。はい、こんな感じで、でなので少し浮いた暗部を、まあ、黒く締めていきます。こんな感じですかね。とりあえずひとまずここら辺で様子を見てみたいと思います。はい、で次にハイライトですね。ハイライトでこれも少しハイライト部分内側に持ってくるとこんな感じで抜けが良くなってきますよね。はい、なのでまあこうやってね円形かすんでしまった場合にはまずはレベル補正これしていただくと、ある程度写真の調子がコントラスト感とか出てくると思いますので、はい、こんな感じですかね。はい、でここからちょっと S 字カーブでね、明暗の比率に重み付けをしていきたいと思うんですが、まあ、ちょっとね明るい部分もう少し明るくしてあげて、はい、暗い部分はもうちょっとこんな感じかな、微調整でいいと思いますね。はい、なんかねこうやっぱ奥の遠くの方はそんなにはっきりさせなくてもいいと思うんですよね。で手前にある木とか、まあ、この辺の水面とかがはっきりしてくればいいのかなと思いますね。やっぱり空気遠近法ってあるじゃないですか、なんか写真でねよく出てくるやつですね。遠くのものが霞んで見える、でこれはできるだけちょっと活かしてあげた方がいいかなと思いますので、あんまりねコントラストをバキバキにしてその辺なくなっちゃうとちょっと絵が平面的になっちゃう
ということで、まあ、こんな感じかなと思いますね。はい、もう少しハイライト明るくしてもいいかな。はい、これぐらいかな。はい、じゃあトーンカーブはまあこちらで、こんな感じでいいかなと思いますね。はい、でちょっとここでちょっとロー現像のこちらの調子の方のコントラストもちょっと微調整したいかなと思います。でこっちの方がね細かく調整できるので、ここでコントラストをじゃあちょっと微調整して、はい、少しねコントラストを高く設定してみます。まあこんな感じでいいかなと思いますね。はい、だいぶ仕上がってきましたよね。ちょっとビフォーアフター見てみましょうか。これが調整前、うん、かなり白いですよね。はい、これが調整後になりますね。はい、であとねこれ最初にやっとけばよかったんですけど、これカメラがねオリンパスの EPL6 というカメラですね。マイクロフォーサーズのカメラです。で個人的にはねこの4対3の縦横比があんまり好きじゃないんですよね。なので一応この写真3対2普通の APS-C と同じ縦横比にフルサイズとかね合わせてみたいと思います。はい、でこちらトリミングですね。トリミングのアイコンをクリックすると、はい、こういう風にトリミング領域設定というのが出てきますね。はい、で初期設定ではねここ自由サイズになってるのかな。はい、それを定型サイズね、縦横比固定って書いてますけど、こちらをクリックすると下にメニューが1個増えます。はい、でこれ開けていただくと、例えばね用紙に合わせた A1、B1 とか L1、2L1 とかあるんですけど、この中からですね、フィルム APS-C 3対2、はい、じゃあこちらを選んでいただくと、で画面の四隅にこれ四角があるんですけども、この四角がこれをドラッグすると3対2の比率に合わせたままこうトリミング枠の拡大縮小ができるようになりますね。はい、で今回はまあねやっぱ縦が削れるのかな。はい、なのでちょっとこんな感じでトリミング位置合わせてこのトリミング領域設定をバッテンで閉じると、こういう風に3対2のね縦横比になって確定されます。はい、こんな感じかな。はい、でここからねちょっと細かい調整に入っていこうかなと思うんですが、この構図なんですけど、まあ、画面真ん中にこう向かってこう V 字型のね感じの谷間があって、そういう構図なんで少し真ん中にちょっと集中させてあげたい絵柄になってますね。なので、少し周辺をねちょっと焼き込んであげたいということで、部分補正ツール、はい、こいつを使います。で部分補正ツールの今回ちょっとブラシを使おうかなと思いますね。はい、じゃあブラシをクリックすると、こういう風にマウスのカーソルが20丸になります。今回はね周辺を焼き込んでいくんで、ブラシサイズをかなりでっかくします。こんな感じでちょっと画面の縦のね高さと同じぐらいでっかくしちゃいますね。はい、でその状態で画面の中心ぐらいにこうマウスを置いて、ぐるっとこう少しね、はい、この中心だけに今効果がかかってる状態ですね。でこの状態でこちら反転ありますよね、領域の反転、これをチェックすると今度は塗った部分以外に効果がかかるようになりますね。はい、なので今周辺が明るくなってます。はい、でこちら明度を少しこういう風に暗くしてあげることで周辺がちょっと減光してきますよね。はい、ちょっとレンズ収差補正でやってもいいんですけど、なんだろう、少しね調整が難しかったり、なんかグラデーションを作るのにちょっとシビアだったりするので、まあ、この部分補正ができてからはこの周辺の焼き込みはこんな形でやる場合が増えてますね。はい、じゃあこれでちょっと見るとね、周辺が明るかったものを周辺焼き込むことでちょっと主題がね真ん中の方に目が行くようになったんじゃないかなと思いますよね。はい、で次にちょっと水面ありますよね。水面もう少しね強調してあげたいなと、映り込みをね、ということでこれもちょっと部分補正でやって
ていきたいかなと思いますね。こちらブラシの新規追加でまたこのブラシにします。で今度はブラシサイズ、まあ、ちょっと小さめにって言っても結構大きいんですけどね、はい、こんな感じにしていただいて、まずベーって塗っちゃいますね。はい、こんな感じで、はい、でそうすると水面がざっくりね範囲指定されました。でちょっとはみ出た部分があるので、そこをね消しゴムでこういう風にブラシサイズこれぐらいにちょっと小さくして今度消していきますね。はい、こんな感じかな。はい、そうすると水面がこういう風に指定されましたよ。で消しゴムボタン解除するとこう編集モードになりますね。はい、でまず一回じゃあゼロに戻して水面をちょっと明るくしていきます。こんな感じかな。はい、でコントラストも少し高く設定してあげると、まあ、映り込み強調されてくるかなと思いますよね。はい、あとねちょっとサイドもちょっと盛っちゃいますかね。はい、こんな感じかな。はい、調整前調整後ということで、あんまりね明るくしすぎると水面うるさくなっちゃうんで、まあちょっとこれぐらいが限界かなと思うんですね。はい、まあこんな感じで、調整しました。であとはね、まあ細かい部分、全体的な鮮やかさですね。はい、こちらもちょっとだけ 1.1 ぐらい、1.1 ぐらいですね。はい、こんな感じでちょっと鮮やかさ強調してあげるといいかなと思いますよね。はい、ちょっとじゃあここで、調整前調整後を比較して見てみたいと思うんですけども、はい、これが調整前ですね。もう真っ白で、まあどうしようもないかなと思った写真なんですけど、ローで撮影しておけばこんな写真に、まあ、画質のね劣化をできるだけ抑えて調整することができます。ちょっとね拡大してみるとね結構綺麗ですよね。こんな感じで、なんか通常ねゴリゴリJPEG で画像編集しちゃうと画質がどうしても劣化してくる部分があるんですけども、ローで撮影しておいてシルキーピックスでこういう風に調整すれば、まあ、ある程度解消出てくるかなと思いますね。で今ちょっと気づいたんですけど、この辺の V 字型の谷間のちょっとこの辺ね奥の円形ですね、ここもちょっと明るくしてあげたいなということで、はい、ちょっと部分補正のブラシを追加してこの辺にざっくりこういう風に V 字型塗ってあげて、はい、で少しだけこの部分をちょっと明るくしてあげればいいかなと思いますね。こんな感じかな。はい、どうですかね、結構仕上がってきましたよね。はい、まだねちょっと細かいところ気になる部分はあるんですけど、まあまずはねこんな写真がこんな風になっちゃいますよということで、まあ、実況風にやってみました。まあ、普段もねなんかこんな感じで調整してるんですけど、まあなんかねせっかくロケに行ってなんかコンディションの悪い場合ってあるじゃないですか、なんか天候がいまいちパッとしないとか。でもね諦めないでちゃんと撮っておくと、後からねこういうロー現像で仕上げて割とそこそこ見れる絵になったりすると思いますので、ぜひねコンディションの悪い時こそローで撮っておけばいいかなと思います。以上カメラマンの横山でした。ご視聴ありがとうございました。もしねこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録とかグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。